皆さんこんこにちはですえー、前回ね牛さんを描きました、えー、来年のえとの、えー、年賀状の準備でございますが牛さん描いたので今日は、えー、おはがきに、えー、仕上げて年賀状にしていきたいと思っています、はい、で、えー、と今日用意したのはこの水墨画用の えー、おはがきになるんじゃけどこれはあのー、画線紙の、えー、水墨画用のおはがきです材屋さんに行っていただくとねこういうおはがき売ってますので,でやっぱりねこういうあのー、水墨画用の専用のねおはがきに書いた方が墨のにじみとかもすごく美しく出るのでこういうのをね購入していただけたらと思います。はいで 今回練習紙で使った「マシとこの「がせんの紙質っていうのもちょっと若干違うくてで何、えー、て言うのかな違いっていうのはやっぱりにじみ方かながせんの方がね随分、あのー、よくにじんでくれる。発木がねふわーっと広がるあのスピードも、あのー、豊かさも。 すごく深いのでなので水分調節ちょっとしながら描いていってもらったらいいんじゃなかろうかと思いますはいじゃあ、えー、早速描いていきましょうかね前回の牛さん、はい、乾いてからお花も入れましたちょっとねあのー、年賀状となると「金貨新年」とかねあと何て言うのかな「明けましておめでとうございます」とかね 他にも何か描くことたくさんあるのでちょっとその場所をね考えつつ牛さんを描いていこうかなと思っています。でもちろんお一人お一人にね描いていくっていうこともあのできるので、まあ、大変だけどたくさん牛さん描く方法もあるしこれでまずねあのひな形としてこう作っておいてでそれをあの売っているね、インクジェットの,あの年賀状に。 印刷していっちゃうという方法もあると思うんでそこはね、えー、皆様の、えー、やりやすいようにねしていただけたらと思うんじゃけどさてちょっとひょっこりこう顔を出すような感じでやっていきたいなとは思っています。おお洗洗います。とね、おふで洗って、 薄積みにしとこうかなで、えー、とちょっとあの初心者様向けにということで初めねちょっと自信ないわと思われたらあの水墨画って一発勝負なんだけれどもちょっとね若干薄墨で描き進めるとあの結構軌道修正できるのでこれちょっとポイントかもしれないですねで私は頭のとこから描いていきますねちょっとねポコッとね 毛が。ふさふさあるので、ここをちょっとかいて。おきます。で。えっと、耳。墨はね、前回お話しした三木法で、そのままいきますよ。耳。ね、すごいっしょ、滲みが。ね。結構。激しく。滲む。 前のねあのー、覆面レスラーみたいにならないように皆さんちょっと水分調節しながらそうそうあの線描いた時にあこれにじむなと思ったらお筆の中の水分が多いということなんだけれどもよくあ,のありがちなのが毛先のね水分を取ってしまうねで毛先の水分を取ってしまうとあのつけた墨まで 取られちゃうのでなのでなるべく水分取るときはこの根元ね根元を取るといいですよこんな感じかなちょっとねあのつり目というか向こう側の,あの側面にねある感じにしたいのでこんな感じかな可愛く描きたい <laughs> かわいい牛さんでね、ねこん、もらった人が、ああ、なんか、いいね、これって思ってくれると、嬉しい。ちょっと言っちゃったけど、いけるかな。軌道修正、できるかな。 違うかったけどでもね最後まで書くと案外なんか案外これ良いなあっていうのができたりするのでちょっとね諦めずにやってみてくださいね皆さんもね。ちょっっととななんか違うなと思っても <laughs> 口数が減りましたね真剣ですよ至って真剣ですよちょっとお顔がいい感じやったかなもう一回やり直してもいい <laughs> ちょっとやり直そうよし頑張ろう かわいくかわいくって言いながらどうしてもなんか怒ってるみたいな牛さんになっちゃうからかわいくかわいく描きたいなんか独り言が多いですけど なんかあれですよね出来上がるまでちょっと緊張しちゃうけどこの目があれなのかな目が目が怖くなっちゃってるのかな なんか形を間違えちゃうと馬さんみたいになっちゃうからあれですよねでもさっきよりかは良くないかな <laughs> さっきの子ちょっと怒ってるみたいだったけどうんどう目しっかり入れちゃおう ね、目って動物の時は生き物とかの時は最後の方がいいんだけれども魂を吹き込むみたいなねかわいいかもちょっとなんか。 回線ぼかしてか柔らかさというか丸さを出しましたよしどうかなかわいいいい感じに妊娠できてくれるはいじゃあ次ちょっと背中のところを でえっと,いかで、えー、とさっきの散布をね墨つけてコロコロさせて。 こんな感じかな。ちょっと可愛いか。いい感じか。で。 色をねいいかな <laughs> あ揺れてる画面大丈夫かなみんな皆さん酔っちゃいますよねちょっとピンクっぽい方がいいかなちょっとね 画面の上の方でお色の調節してます今日も元菜使ってますからねこれをなんか薄めに入れていくといいかなと思って初めからなんか濃育くしちゃうとあれなので いい感じで耳のとこねちょっとだけ弱入って言とかわいいうんいけたかないい感じかなで乾いてからお花のとこね入れていきましょうそれまでに金が新年 こんな感じでどうでしょうか。ひょっこりお顔を出しているところを私は描きました。はい、はい、完成いたしました。こんな感じで、えー、仕上げてみました。 牛さんのねお花のところが乾いたので花、えー、の穴をねちょっと可愛く描かさせていただいてで後ろにねめで、えー、たい感じにしたかったので「えー、朝日と」とあと「ことぶきっていう字をこれはねあのり状になってる金のねちょっとキラキラが入ってるあのものがあるんですけどこれでね、えー、文字を書きました。で、えー 下のね墨文字でえ牛という漢字をこうバシッと書かさせていただきました私はちょっとお習字を習ったことがないのでこれはお習字ではなく墨文字と言わさせていただいてるんですけれどもこんな感じで、えー、仕上げることができましたはい、えー、皆さんもですねこんな感じで、えー、一緒に えー、書き上げてていいただければなと思っていますで右にねスペースを開けたのはもちろん「えー、金河新年」とか「明けましておめでとうございます」という形で、えー、文字を入れていただければあと一言ね添えていただくスペースということで開けさせていただいてます。はい、こんな感じでですね仕上げることができましたので皆さんももしよかったらね真似してもろうて、えー、まあ 来年2021年の、えー、年賀状は手書きでそして水墨画で、えー、こういった牛さんを愛情込めて書いてみるという形で挑戦していただきたいなと思っています。はい。皆さんよく頑張りました。はい、<laughs> 一つずつね書、えーまあ、いてクリアして一緒に上手になっていきましょう。はい、では、えー、ご覧くださってありがとうございました。また こういった来年のね年賀状作りにつきまして、えー、東京の練馬区の方で私の、えー、基礎教室を行っております。えー、第4水曜日の、えー、夜の19時からの1時間半ほどですが、あのー、やっておりますのであの本当初心者向けのね基礎を習った後に、えー、こういった、まあ、年賀状の と、ね、中心に目標として変えていくようなお教室なのでもちろんあのお子さんでもね、えー、小学生とか。 えー、この間はね、えー、ワークショップの方に幼稚園保育園生ぐらいの園児様かなお来ていただいたのであの頑張ってね、えー、牛さん描いていただけるとは思うんですがあのお洋服がね汚れないようにしていただくこととあと手とかにもねついちゃうということはご了承いただいて、えー OK、いただければ。 あのご参加いただけますので、ぜひ、えー、お教室の方もご検討いただきたいと思います。コツとかね、あとこういうこと気をつけた方がいいよみたいなこともお話しできると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。では、えー、またよろしくお願いいたします。